皆さん、こんにちは。アイトラスト日本株式マンスリーアップデートです。今月も運用部長の鈴木さんと対談形式でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず私の方から4月のマーケットについて簡単に説明したいと思います。ご覧の通り、トピックス、日経平均、どちらも上昇していますが、まずーず小型株ですね、こちらの方は低迷したという形になっています。新市場区分ですけども、 東証プライムは2.7%の上昇ですが東証グロース小型株ですね小型の成長株は1.67%の下落ということで発酵色の強い展開になっていますでスタイルインデックスですトピックスのバリューとグロースを比べてますけどもここもですね大きく差が開きましてバリューが3.54のプラスグロースが1.84のプラスという形で結構大きな差が出たという形になっています ここからはですね、アイトラスト日本株式の4月末までのパフォーマンスについてお伝えしていきたいと思います。まあ、ご覧の通りなんですけども、月次についてはファンドが参考指数にやや負けているという形になっていますで。実際にですね、ここから鈴木さんに聞いていきたいと思います。まずこのファンドの運用実績についてなんですけども、4月1ヶ月のファンドの動きとして、今申し上げた通り参考指数であるトピックスの配当込み、あくまでも参考指数ですけども、やや下回っています。 ますすでしょううかはいいありがとうございますあのまず最初にですね若干この4月のマーケットを振り返りたいと思いますけれどもトピックスは今お話ありましたようにプラス2.7%ということで4か月連続の上昇ですねで上旬はあの下落する局面あったんですけども、まあ、中旬以降はですね非常に堅調な推移になったということだと思います、まあ、その背景としましてはまあ堅調なアメリカ雇用統計やそれから市場予を下回る消費者物価指数などを受けた アメリカの景気後退懸念へのやらぎ、さらにはですね、上田日銀新総裁ですね、こちらによります、就任会見を受けた早期政策修正観測の後退、また、バフェット氏によります、日本株への追加投資を検討との報道、それからまああの決算ではですね、小売企業で始まりましたけれども、良好な小売企業の決算など、こういったところを背景に、堅調に推移したということだと思っていますで。こうした中ですね、当ファンドのパフォーマンスはですね、今お話ありました前月末日プラス2.0ということで、 マーケットの上昇なんですけどもただし今参考指数との比較ではですね0.66%下回るという結果になっております。この要因についていつも通りですね業種配分効果それから銘柄選択効果に分けてご説明したいと思います。まずですね業種配分効果こちらマイナスですけどもマイナスのですね約3分の2ぐらいがこの業種配分効果による寄与度というふうになっております。 4月のマーケットの物色動向なんですけども、まあ先ほどお話ありましたけども、やはり目立つのは内需ディフェンシブが堅調で、一方でですね、外需や景気敏感が難調だったということだと思います。そういう意味でですね、業種別の投落率を振り返りますと、上位にはその他製品、建設業、電気、ガス業、陸運業、食料品が上がったということですね。で一方で投落率下位ですけども、こちらには鉄鋼、証券業、金属製品、非鉄金属、 電気機器が上が上ったとこういったですねマーケット物色動向の中ですねファンドにおきますこの業種配分ですけどもトピックスに対して組み入れ比率が高いですね電気機器それから金属製品化学などのトピックスを下回るパフォーマンス一方で組み入れ比率の低い業種ですけども建設業卸売業それから電気ガスですね こういったところがトピックスを上回るパフォーマンスになったということが響いて、業者配分効果はマイナスになっているということになっております。加えて、銘柄選択なんですけども、若干、えー、マイナスになっているわけですけども、今月はですね、あの、ある意味、先月まで大きく上昇してきた銘、えー、柄でですね、景気の先行き、あるいは企業の先行き不当が高まる中ですね、一応やっぱり利益確定に押された銘柄が目立ったという動きもあるんですけども、そういう意味でですね、個別で振り返りますと、例えば、新越化学工業、東京化工業、 それからキーエンス、SMC、こういったところですね、個別メーの下落が響いて、メー選択効果も若干になりますけど、マイナスに効いているという状況でごござざいい、いまます。す、はい。はありがとうございます次にあの1年ですね、1>, はい、1年では参考指数、トピックス配当込みを下回っています。3年でもやや下回っているんですけれども、こちらについてはいかがでしょうか。はい。 あのですね、過去1年間のトピックスを下回るパフォーマンス、アンダーパフォーマンスですね。こちらがまあ大きく響いて、まあ、1年、3年という形でトピックスを下回る結果になっているということだと思います。あの、22年初めからという意味で日本株市を振り返りますと、やはりまあ外部環境に振られながらですね、まあ、基本的にボックス圏で推移してきたわけですけども、そのボックス圏の中でもですね、やはりまあスタイル別で見ますと、まあ、グロース株を中心に下落基調の一方で、 バリュー株が資源、エネルギー、それから市況関連、銀行株といったところを中心にですね、非常に結晶に推移したということで、圧倒的にまあバリューの展開だったということだと思います。あの、4月末までの1年間で見ますと、トピックスのバリュー指数がですね、プラス11%に対して、トピックスのグロース指数はプラス5%ということですから、大きな開きがあるということだと思います。でこういった中でですね、まあ、トピックスのこの業種別指数を見ますと、 まあ、バリューと位置づけられます、鉄鋼は、この1年間でプラス29%、それから銀行もプラス22、卸売業はプラス22ということですけど一方で、まあ、グロースと位置づけられます、サービス業はマイナス3%、それから、精密機器がプラス5、電気機器もプラス7ということで、低調に推移ということだと思います。このような中で,ですね、東藩でのきましても、基本的には、業種配分効果のマイナスの影響が大きくてですね、まあ、つまり、当該期間に上昇しました、 ま、資源、エネルギー、市況関連、銀行株、こういったところの、えー、バリューセクターですね。こういったところのアンダーウェイトが響いたという形で、えー、マーケットに対してアンダーパワーもするという形になっております。また、このグロス系中心ですね、まあ、精密機電気機機こういったところがオーバーウェイトしてますんで、これがマイナスに来たということだと思います。まあ、メガ選択におきましてもですね、やはりこの、えー、特に高バリューエーションが意識されたグロス系をですね。この辺の個別メガの下落が響いたということで、まあ、具体的にはリクルートであったりとか、 ニデックであったりとかこういった銘柄の下落が響いていててるという形になっておりますでこのような状況のもとで,ですね、ファンドにおきましては、ボトムアップの調査活動を通して、業績見通し、ファンダメンタル、それからバリエーションを切査してですね、組み入れの銘柄の見出しを行ってきています。まあ、結果としてですね、グロース系のウェイトが下がって、バリエーションのウェイトが上がるという形になっていますけども、あくまでも業績見通しとバリエーションの組み合わせで判断していますので、まあ、グロース系でですね、株価水準が 大きく下がった銘柄の新規組合でウエイト引き上げということも行っております。基本的にですね。あの競争優位性を背景にま持続的な成長が期待できます。ナンバーキーを選別し通帳機能え、出演で投資を行っていく。このことがパフォーマンスに向上につながるということの当ファンドの投資手数が変わりませんので、引き続き行っているということだと思います。はい、消費者の説明ありがとうございます。じゃ、ここからファンドの業種ウェイトについてお聞きしていきたいと思います。 前月比でトップ10の削除とか新規を毎月見ていってるわけですけれども今回はないということで,でそうした中でいくとその業種のウェイトが増えたか減ったかとここを見ていきたいんですけども業種ウェイトが増えたのが陸運業こちらのウェイトが増えてあと化学と電気機器エレクトロニクスですねこちらのウェイトが減ってるということなんですけども理由についてはいかがでしょうかいますあのいずれも基本的にはですね株価変動自家ブレ要因ということになると思います あの、まず、ウェイトが上がりました、陸運業ですけども、こちらは、あの、トピックスの業種別指数を見ますと、プラス6.8ということですから、まあ、33業種中ですね、上位に、え、のパフォーマンスの結果になっているということだと思います。まあ、その背景はですね、やはり、まあ、内需ディフェンシブ関連という位置づけ、まあ、まあ、さらには、まあ、経済再開、人流回復、インバウンド拡大による期待ということで、堅調推移したということで、まあ、当ファンドにおきましても、保有します、鉄道、 あるいは物流企業ですね。こういったところの株価上昇が貢献してウエイトが上がっているということだと思います。で一方でウエイトが下がりました化学電気機器ですけども、こちらはですね、騰落率下位の業種ということで、いずれも位置づけられます。まあ、化学の方ですけども、やはり、えー、景気敏感、シクリカルとしての低調となったセクターということで、まあ、保有する銘柄で、やはり、まあ、半導体関連、あるいは主教関連ですね、この辺の下落が響いた形で、まあ、先ほど銘柄カ挙げましたけど、信越化学だったり、東京化ですね、ウエイトが下がったということだと思います。 またあの電気機ですけどもえこちらはですね当使い業種ということも少くなりますけれどもやはりまあ同様に外需関連との位置づけの中でですね低調に推移したセクターということだと思います。はいありがとうございます。ここからファンドの特性についてチェックしていきます。ファンドの組入れ銘柄数こちらもですね五十四銘柄ということでまあ一ヶ月経っても変わらなかったということですけれども、まあ、個別の方は変化があったと思います。 トップ10で新規と県外の銘柄を毎月見ていっているわけですけども、今回は新規の銘柄、トップ10銘柄として9位に6758のソニーグループ、あと10位に5802の住友電気工業が入ってきています。こちらについてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、まず、組み入れ上位に入ってきましたソニーですけども、えー、こちらはですね、まあ、良好な業績推移を評価し、まあ、株価は顕著に推移したということだと思います。 音楽事業、それから画像センサーの半導体事業、それからプレイステーション5のゲーム事業などですね、こちらは権威役に順調ということだと思います。今期もですね、あの、外部環境の不透明感が高まる中でもですね、高水準の利益が期待できるということで、つまりまあ、音楽、映画、それからゲームですね、エンタメを中心とします稼ぐ力を評価したということだと思います。続いてですね、住友電工ですけども、 こちらもですね、中長期的な業績拡大の期待の高まりから株価は堅調に推した結果、上位に入ってきたというふうに考えております。この会社はですね、あの、電線の国内主位ナンバーメーカーというふうに位置づけられるわけですけども、主力はですね、自動車用のワイヤーハーネスですね、こちら世界トップシェアをこっています。加えてですね、電力ケーブル、こちらは高圧の直流ケーブルだったりとか、それから海底電力ケーブル、さらにですね、海底ケーブル用光ファイバーなど、 まあ幅広い成長分野で世界トップ、あるいはトップクラスのですね、製品を有するということで、これらを牽引とします、まあ、中長期的な成長が期待される企業ということだと思います。特にですね、この自動車へのワイヤーハネス、それから電力ケーブルですね、こちらはですね、やはりまあ脱炭素、それからカーボンニュートラルということを追いかずにですね、成長期待が高まっているということだと思います。まず、この自動車はワイヤーハネスですけども、こちらはですね、まあ、自動車がいわゆる XEB、あるいはその a ダス s と、 進展していく中で,ですね、大当たりのの使用量自体の拡大が期待でできるとということですねそれからですね、抗、まあ、体圧品やアルミハーネスの普及によりますシェア拡大ということで、特にですね、アルミハーネスですけども、こちらはまあ車体の軽量化に大きく貢献するということで、従来の同品からの置き換えは期待されるわけですけども、当社はですね、日系自動車メーカーで先行してます、このアルミハーネス、こちらで圧倒的シェアを持っているということで、期待が高まっているということがあると思います。 また、この電力ケーブルですけども、こちらの再生可能エネルギーですね、この拡大がですね、して不可欠になっているわけですけども、その際にですね、地域間の連携性拡大、ニーズっていうのが期待されまして、中長期的にやはり大勢の需要が見込まれるということだと思います。国内ではですね、この高圧直流ケーブルほぼ独占、それから海底電力ケーブルでも非常に高いトップシェアを持っております。 実際ですね、あの政府のですね、連携性強化の計画というのは出てますけども、今後ですね、電力ケーブルっていうのは大幅な需要が見込まれるということで、当社はその恩恵を享受できるポジションになるということだと思っております。はい、ありがとうございます。今度逆にですね、トップ10銘柄の中で、まあ、入っていた、トップ10に入ったいた銘柄が県外になっていくということで、まあ、こちらを見ていきたいんですけども、3位から県外となった4063の信越化工業。 あと7位から圏外となったのは6861の金エスということですけれどもこちらについいてはかかがでしょうか、はい、こちらも基本的にはあの株価下落ということで直売、まあ、れが要因だということだと思います。まあ、先ほどとメーガン両方とも上げさせていただきましたけれども、まあ、前月まで大きく上昇してきたわけにです、ねまあ、その反動もあって4月について一服した形になったとそうふううういいいふに考えておりりまますすはい、ありがとうございますで最後にですね今回、えー、特に大きな変化があった決算のところですね。 これについて鈴木さんに質問をしていきたいということなんですけども、まず今回はあの大きくマーケット注目されていて、東証の改革があって、自社株買いだとか、増配とか、こういったことも含めていろいろ注目されていたわけですけども、まず最初に会社予想がどうだったのか、今回結果を受けて。で、その後、実際にアナリスト予想、証券会社のアナリストはそういった決算を出てから業績見通しを変えたりする。このアナリストがどうなる そして、実際に当ファンドについての影響がどうなのかと。まあ、こういう順番で聞いていきたいと思います。まず、あの、会社の予想なんですけども、えー、先週5月の12日の金曜日が、まあ、決算のピーク、社数ベースのピークということで、まあ、今回の決算にとてはどんな特徴があるのか。まあ、これをですね、まあ、製造業とか非製造業とか業種とか、まあ、あとその予想とか実績とか、まあ、こちらに分けて解説いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。 あの、今お話ありましたよう、ね、に、先週12日ピークになったわけですけども、あの集計という意味ではですね、11日までのですね、当初プライム上場企業ですね、決算集計、2月、3月決算企業ですね、これでまあ発表済みだいたい約6割ぐらいになるんだと思いますけども、除く金融ベースという形での集計見ますと、終わった2022年度実績ですけども、こちらは営業利益、経営ともに、えー、1桁後半、7、8%ぐらいの増益での着地になったという形になっております。こちら、ほぼほぼ、 まあ会社計画、それからコンセンサスで近い線での着地だったのかなというふうに考えておりますで。一方で新年度ですけども、2023年度ですね、会社計画はですね、今今このベースで見ますと、一、まあ、桁半ば程度の営業増益。で、経常利益はですね、やはりまああの為替の関係もありまして、一桁前半の現役計画という形になっておりますで。こちらはですね、そういう意味では市場コンセンサスを若干下回る計画で会社計画が出てきているのが状況かなというふうに考えております。 その特徴ですけども、まず一つは、ですねやはりまあ内需関連ですね、えー、小売であった入りくん、離んこちらがまあ経済再開、それからまあインバウンドなどを背景とします、国内景気回復期待からですね比較的良好な見通しが出てきているのかなということだと思います。で一方で、外需、仕くり関連はまあちょっと低調が目立つのかなということで、まあ、前期の下日から業績悪化してきてるわけですけど、その延長で、ですね、まあ、世界的な景気減速、えー、材料費高騰だったりとか、市、え、況、ー、悪化。 さらには、円高方向の為替前提もありまして、そういう結果になってきているのかなというふうに考えております。まあ、ただ重要なのはですね、やはりまあ、この今期の計算を見ていくと、まあ、外需、縮り関連を中心にですね、紙期は厳しいんですけども、まあ、下期以降は V 字回復を期待するという形になってますので、その辺の見通し向上っていうのは、まず非常にしっかり見極めていくことが必要かなというふうに考えております。 またですね決算を通しまして一つはですねあのこの人的投資拡大という観点だと思いますけどもやはり賃上げを進める企業が非常に目立っているということだと思いますねで一方その結果がですねやっぱり今期の一つまあ、利益圧迫用になっているということだと思いますそれからもう一点はやはりこの増配それから自己株式取得、えー、いわゆる株主還元強化の動きはですね非常に目立ってますねでこの辺はやはりマーケットサポート用になっているのかなというふうに今期の決算については今のところ見ている状況ですねはいありがとうございます大変よくわかりました そうした中で、あの、決算が出て、決算説明会があって、その中で証券会社のアナリストは、今出していたこの2023年度、えー、今年で、今期の予想ですね。今期の予想を、まあ、多分修正していくと思うんですけども、これが多分、情報修正すればサプライズ、過方修正すればネガティブっていう形に、株価影響を受けると思うんですけども、このあたりのアナリスト予想っていうのは、鈴木さん、どのように見られていますかはい、ありがとうございます。 新年度のですね、会、え、社、ー、計画、今申し上げましたように、こちらやはり、えー、市場のコンセンサス、アナリスト予想ですね、これを下回る計画が目立っているということだと思います。そういう意味ではですね、あのリビジョンインデックスですね、これは市場の業績修正で情報修正の比率から、まあ、下方修正の比率を引いたものですけれども、こちらあの、第3四半期の決算発表以降ですね、マイナス幅を一旦広げてきて、えー、その後ですね、やっぱり 内需がマイナス圏ながらも反転したということで、まあ3月から4月では若干改善傾向横ばいということだと思いますけれども、まあ今回の3月決算を受けてですね、えー、新年度の市場予想を下回る会社計画ということですから、リビジョンインデックス自体は一旦下の方に行く可能性はあるのかなというふうに考えております。しかしまあ重要なのはその先以降ですよね、やはりこの下期以降のですね、製造業を中心としました V 字回復、この辺をどういうふうに見極めていくのかなというのが非常により重要になっていくのかなというふうに考えております。 はい、ありがとうございますそしてポイントになってくるそういった今回こう決算を受けて、えー、とファンドへの,この影響っていうことなんですけどもこれは今流れでいくとポジティブな方向に変わりつつあるっていうそんな感じなんでしょうかそうですねあのマーケットはですねやはりまあ個別企業のですね新年度行政計画、まあ、業績見通しを受けて非常に個別物色が強まっててまあ上昇下落大きな 変化の株価性になっているのかなというのを実感を受けてますけども、まあ、当ファンドにおきましては今回の決算シーズンですね、えー、まあ基本的には,やはり、まあ、あのボトムアップリサーチで稼ぐ力の高い生木を選んでいるということですからあのポジティブに評価される決算の方が比較的に多いということになってますので、まあ、ファンドのパフォーマンスについてはこの決算を通してはプラス方向に効いているという形の感触を得ているということだと思います。あのまあ世界的にまあ景気減速が意識されてです、ね、企業の 業績先行き不透明が非常に高まっている状況だけにですね、あの、古社の要因で、まあ、外部環境にかかわらず、まあ、相対的に有利な業績を見込める、あるいは、まあ、下期以降の業績回復がしっかり見込める、えー、稼ぐ力の高い個別企業、これを評価する展開っていうのは、今後、ますます高まっていくのかなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。その中で、このマクロ前提っていうのを聞いていきたいんですマクロって、経済なんですけども、当然ながら会社が、えー、企業のこの予想を出して、 証券会社のアナリストもその中で独自予想をまた修正していくその中で運用会社も当然ながら経済の状況あとその GDP とかの成長率っていうマクロだとかあと今アメリカで起きているようなそのヨーロッパも含めてインフレ動向だとかあと今地政学的リスクとかこれどの程度織り込むかによって企業間のまた業績って変わってくると思いますで。そうした中で直近は4月末に日銀政策決定会合がありとりありりとえず今 変更なしという形で、えー、長ければ1年半ぐらい、こう、様子をしっかり見ていって点検していこうという流れになっている。そして、FOMC についても5月の初旬にありましたけども、えー、ここも、え、今回、次の6月でですね、まあ、利上げがストップしていくという見方もありますし、その後、利下げするかしないかっていうことでマーケット分かれていると思います。そのあたりは、この運用会社のファンドマネージャー、アナリストとして、どのように、こう、前提条件を持って運用していくっていうことなんでしょうか はい、ありがとうございます。あのー、今月5月に入りましてもですね、マーケットの非常に堅調な動きになっているということだと思うんですけども、まあ、その背景にも一つやはり、この外部環境の好転期待というのは確かに非常に大きいんだと思います。米国のですね、まあ、インフレ指用鈍化であったり、まあ、堅調な雇用統計を受けた、まあ、金融政策や景気後退の懸念の和らぎ、それから今お話ありましたように、日銀によります、まあ、大規模な金融緩和政策維持を受けた安心感、さらにはですね、まあ、東証の PBR1 倍割れ、 是正,是正要請ですね、これに基づきます、まあ、企業の変化期待で、まあ、インバウンド需要回復もある、えー、あるいは海外投資家の日本株見直し期も高まっていると、こういったことが早く言てありますので、まあ、引き続き外部関係としっかり注視していかなくちゃいけないということだと思います。で、マーケットはですね、やはりですね、ここに来て、やっぱ足元は,やはり短期的な、過、まあ、熱感高まりも出てきてますし、えー、それからまあ米国ではですね、このアメリカの 市議の破綻ですねこれを契機とします金融不安はきつくすぶってますさらにはですね米国の債務上限問題それから米気候対応の警戒,警戒それから企業汚染が先駆けないということでいろいろと意識される状況が変わらないんでまあ,あの外部環境でしっかり見つめながらその意識してですね目先はちょっと上でも重くなるのかなという感じで考えておりますまあ、やはり重要なことはですね一段マーケットが上昇基調上値を目指すにはですねやはり 年度後半以降の景気業績の見通し向上がえ待たれるということでありますので、おっしゃる通おり、今、あのですね、外部環境をですね、えー、いろいろとありますけど見極めていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。今、鈴木さんからこの外部環境をお聞きしていて、やっぱこうアメリカに少しくすぶってるリスクがあるなっていうふうに感じたので、個人的には相対的にこう日本株にとっては有利な環境なのかなというふうに感じました。あと最後にですね、あの、視聴者の皆様とか、 あとはその,受益者の皆ままにメッセージあありりしたいいすがとうございますあの引き続きですね先行き不透明な状況っていうのはマーケット変わらないんだと思いますね当然ですねそれだけにやっぱり個別メーガンの選別ますます重要な局面、えー、今回の決算で示されましたようにですね稼ぐ力の高い個別企業が評価されてい展開が、えー、見込まれるということだと思いますそういう意味で当藩でおきましては、えー、引き続き高い競争力背景に稼ぐ力の強い企業 そして、まあ、当初からの要請にもありますけれども、資本収益性を高める、えー、企業価値向上を図っていける企業ですね、この選別に引き続き注力していきたいと思います。またですね、このような企業が評価されていく局面というのが現状ではないかなというふうに考えております。まあ、そういう意味でオーソドックスでありますけれども、まあ、中長期的な視点でですね、企業の成長性とバリエーション、こちらを企業調整に基づき、しっかり見極めてですね、公立名画の選別に注力し、しっかりパフォーマンスを稼ぐですね、ポジションを構築していきたいというふうに考えております。はい。 ありがとうございます。私も中長期的に期待したいと思います。はい、あの杉さん、今月もどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。